ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぎゃー。ドドドドド、どうした霊夢？ついに頭いかれたのか？って感じで、今朝目が覚めちゃったのよ。だってね、でっかい竜巻に飲み込まれる夢見ちゃって。それは、夢占い的には、試練や困難に巻き込まれてしまうことを意味する夢だな。降ってはいたような不運に気をつけろよな。なんですって？では、今回の動画では繰り返すアメリカ竜巻災害の恐怖について紹介していくぜ。いやいや。っていうか、なんだかとても恐ろしいタイトルだけれども、最近のアメリカでは、そんなに竜巻の災害が多発しているんだ。やっぱり異常気象とか、そういう問題なのかな。本当に恐ろしいね。まあどうだろうな。あと、最近といえば最近なのかもしれないが、今回取り上げる竜巻は2013年と2021年に起きた竜巻災害についてだぜ。え？まあこの二つの竜巻災害には8年くらいの月日が離れているので。そうだよね。ただ、この二つとも大きな被害を出した竜巻なんだぜ。なるほどね。まあなので、連続して竜巻が発生したわけではないのだけれども。でも、災害は起きているので。そういうことが言いたいんだね。まあ、そうだな。ところで話は変わるけど、アメリカでは竜巻の発生件数とかって多かったりするの？ああ、そうだな。どれくらい？実は、世界中で最も竜巻が多く発生する国がアメリカなんだぜ。毎年平均で約1300個の竜巻が発生しているんだ。そんなにアメリカってすごい竜巻大国だったんだね。そこまでだとは知らなかったわ。ああ、そうだな。このアメリカで多くの竜巻が発生するメカニズムだが、特にアメリカの中西部では北極からの寒気団とカリブ海からの暖気団が衝突してしまうんだ。この寒気団と暖気団の衝突によって大気が不安定な状態になることが多いんだ。ふむふむ。大気が不安定になると、竜巻も発生しやすくなるってこと？そうだな。この大気の不安定化によって積乱雲が発達しやすくなってしまい、結果として竜巻も発生してしまうというわけだな。そういった理由でアメリカでは多くの竜巻が発生するんだね。でも、実際の竜巻災害では、どんな被害が出てしまったのかな？さて、どうだろうな。では、まず2013年に発生した竜巻災害の詳細を紹介していくことにしよう。では、2013年に発生した竜巻について話をしていくぜ。2013年5月20日と同月の31日にオクラホマ州で竜巻による災害が起こったんだ。1ヶ月で2回も？ああ。この2回の竜巻災害による犠牲者は34人にもなったんだ。うげえ？そんなに多くの人が亡くなってしまったんだ。さらに約1万、2000棟以上の建物が全壊、もしくは半壊の被害を受けたんだ。えげつない規模の被害だね。それにアメリカの竜巻ってそんなに強大なものなんだね。そうだな。特に今回の竜巻は強力なものだったんだ。アメリカ国立気象局は、竜巻の強さを表す階級で最大かつ最強の EF5 の竜巻だったと発表したんだ。それって、5月20日と31日に発生した2つともそうなの？ああ、2つの竜巻の両方が最大規模のものだったと発表したんだぜ。なるほどね。それでこんな大きな災害になってしまったんだね。また、オクラホマ州立大学のレーダーによる観測では、この竜巻の最大風速は秒速89メートル以上になったとのことだ。うわ、100メートル競走したら1秒ちょっと。まあ、そういう風に考えることもできるかもな。ちなみに台風の分類で考えると、最も強いのは最大風速が秒速54メートル以上のものだからな。それと比較してみると、この竜巻の強大さがイメージしやすくなるかもな。最強の台風よりも強い竜巻だったと。でも二つの竜巻の合計で34人の犠牲者が出たってことだったけど、個別の被害はどのようなものだったのかな？そうだな。では一つ目の5月20日に起きた竜巻被害についてだが、この竜巻は14時40分頃に発生したんだ。そして、オクラホマ市から南東約 20km のクリーブランド郡ムーア市で大きな被害が発生したんだ。この竜巻で24人もの犠牲者が出てしまった。うわぁ、いきなり24人も。ということはもう一つの31日の竜巻では10人の犠牲者が出たってことかな？その通りだ。5月31日の竜巻では10人の犠牲者が出てしまった。特にオクラホマシティから西南 27km 位置にあるカナディアン郡ユニオンシティで大きな被害が出てしまった。ちなみに被害額とかもわかったりするのかな？ああ、政府は被害総額を推定で約20億ドルと発表したんだ。今とは物価が多少違うとは思うが、1ドル150円と計算すると約3000億円だな。すごい巨額の被害が出たかもしれないってことだね。でも最大規模の竜巻に連続で襲われてしまったんだしね。オクラホマ州にとっては悪夢だよね。
それに、実は竜巻の発生メカニズムの全てが解明されているわけではないんだ。そのため竜巻が急に発生したり、局所的に発生したりする場合は、警報を出したりするのが難しかったりするんだぜ。また当時はレーダーを使って竜巻を発見して、警報を出すというシステムだったんだ。なるほど。竜巻の災害にはそういう難しさもあるんだね。また、今回の竜巻のケースだと、そのエネルギーは強力なものだった。竜巻などによって放出されたエネルギーは、広島に投下された原子爆弾の600倍と推定されているほどなんだぜ。なんですって。まあ、性質が違うので、一概に比較することもできないんだけれども、それくらい強力な竜巻による被害だったということだな。なるほど。恐ろしいな。でも竜巻の災害って思ってたよりも恐ろしいものなんだね。まあ、日本だとこんなに巨大な竜巻は発生することがほとんどないからな。想像するのが難しいというのは普通のことだと思うぜ。日本人には、イメージしにくい分野だよね。でも、アメリカでもこんなに強大な竜巻は珍しいと思うけどな。被害の大きかったムーア市の危機管理責任者が、過去にない巨大な竜巻だった。3日間で50個の竜巻が発生した。異常気象によるものか毎年竜巻が増加し巨大化しているように思うとコメントするくらいだからな。50個も竜巻が発生したの？ちょっとこの数については正確にはわからないけれどな。それに多分だが、すべての竜巻が強大なものだったかというと、そうでもないのかなとは思うけどな。なるほど。大小含めて複数の竜巻が発生したと。そうだな。また消防署の職員の証言では竜巻はいくつかに分かれて小さなジャンプを繰り返しながら通り過ぎたというのもある。なので、1個の竜巻が複数に枝分かれするようなケースもあったんだと思うぜ。そういうことね。また、こういった複数の竜巻による活動を多重渦竜巻と呼ぶんだぜ。これは、複数の渦がまとまって活動する竜巻群のことだな。なるほど。そんな現象もあるんだね。また5月31日の災害では、複数の竜巻が集まって約 4.1km の幅に広がったまま平均時速約 48km のスピードで移動したと発表されているんだぜ。はぁ、4.1km の幅の竜巻群ってこと？それって本当に恐ろしい災害だね。その通りだと思うぜ。この竜巻災害の犠牲者の中には竜巻のプロフェッショナル集団の人たちもいたほどなんだ。竜巻のプロフェッショナル集団？それって学者の人とか？いや、ストームチェイサーもしくは竜巻追跡人と呼ばれる人たちのことだ。竜巻追跡人？彼らは竜巻を追いかけた映像などをテレビ局などに提供している、その道のプロフェッショナルな専門家集団なんだ。アメリカにはそんな専門家がいるんだ。しかも、今回の竜巻で犠牲になったストームチェイサーは、あのナショナルジオグラフィックに登場したこともある業界では名の知られた人物だったんだ。そんなプロの人でも亡くなってしまったんだね。ああ、しかも亡くなったストームチェイサーは一人ではなく、三人だった。チームで撮影したりするから、複数人の犠牲が出てしまったんだね。まさにその通りだな。また、直接的な原因ではないのだけれども、ちょうどこの頃は自然災害対策の予算が縮小されていたという指摘もあるんだぜ。こういう災害の予算が減るなんてことあるの？まあそう思うかもしれないな。でもこれはアメリカの事情というのが大きいんだが、実は2001年の同時多発テロ事件の後に、災害対策を担っていた米国緊急事態庁が、それまでの大統領直轄から国家安全保障省の傘下に再編されたんだ。これによって災害対策からテロ対策に重きが置かれるようになったと指摘されているんだ。でも、組織の再編がされただけなら、確かに優先度とかは関係してくるとは思うけど。だが、この再編によって米国緊急事態庁の予算はクリントン政権時代に比べると10分の1近くにまで削減されてしまったという指摘があるほどなんだぜ。なんか縮小ってレベルを超えている気がするけれども。ほぼ消滅。まあ、実際のところはどうなのかはわからないけどな。ただ、これだけ大きく予算が削減されたという指摘があるということは、それに近いものはあったのかなと思うけどな。なるほど、10分の1とまでいかなくても、2分の1とかね。それでも信じられないレベルの削減だけれども、あくまで、これは被害の直接的な原因ではないけれども、当時のアメリカにはそういう背景もあったんだなという程度に頭の片隅に入れておくと良いかもしれないな。ふむふむ。それでもう一つの8年後の2021年の竜巻災害も、今回と同じくらいの大きな規模の災害だったのかな？では、2021年に発生した竜巻についても紹介していくとしよう。2021年12月10日の深夜から11日の未明にかけて、アメリカ中部と南部の広い地域を複数の竜巻が襲ったんだ。今度は竜巻災害の被害が広範囲だったんだね。ああ、今回のケースではケンタッキー州など、少なくとも8つの州が被災したんだ。ふむふむ。
それに竜巻も複数発生したということだけれど、実際はどれくらいの数になったのかな？そうだな。発生した竜巻は少なくとも50個以上、一説では71個の竜巻が発生したとも言われているんだぜ。なるほど。ちなみにさっきの2013年の竜巻は5月に発生していたけれども、今回は12月だよね。そういう時期の違いっていうのも影響しているのかな？その可能性もあるかもしれないが、ただ一般的には、この冬の季節は竜巻が発生しにくい時期なんだ。この時は季節外れの温暖な気候だったんだが、そこに強い寒気が南下してきてしまった。この強い寒気によって活発な前線が形成されて、同時に積乱雲が急発達してしまったんだ。積乱雲が、最初の方に出てきた竜巻の発生のメカニズムだね。大気が不安定化して、積乱雲が発生し、竜巻も発生すると。まさにその通りだな。この季節外れの気象の影響で、複数の竜巻が発生してしまったんだ。また、竜巻の中にはアーカンソー州からケンタッキー州にかけて 400km 以上の範囲に被害を及ぼしたものもあったんだ。それは一つの竜巻でってこと？ああ、その通りだ。これは過去最大級の災害範囲の広さでもあるんだぜ。マジか 400km。マラソン10回分くらいだよね。まあそうだな。東京からだと、だいたい神戸くらいの範囲かな。なんかもう竜巻というか、台風並みだね。ほぼそういうレベルだよな。大手メディアの報道によると、この一連の竜巻災害による犠牲者数は90人にもなったということだ。うわ、2013年の竜巻災害よりも多いんだね。それも3倍近くも。その通りだな。これはアメリカの12月に発生した竜巻の中で最も犠牲者数が多いものなんだ。それに過去10年間で最大の竜巻災害だとも言われている。また当時のバイデン大統領は歴史上最大規模の竜巻被害と発言した。そんなに大きな災害だったんだね。そして特に被害の大きかったケンタッキー州には非常事態宣言がされるほどだったんだぜ。なるほど。ケンタッキー州が災害の中心地だったんだね。それの具体的な被害というのは、一体どういうものだったのかな？では、その点についても説明していくとしよう。ちなみに、ケンタッキー州でも特に西部が大きな被害を受けたんだ。ふむふむ。犠牲者の数も多かったのかな？ああ。ケンタッキー州では、この竜巻災害によって58人が亡くなった。そして、519人が負傷したんだ。うげえ？そんなに多くの人が。ただ、犠牲者のうちの一人は瓦礫の撤去中に心臓発作を起こして亡くなってしまったので、直接的な犠牲者ではないんだ。ただ、記録上は間接的な犠牲者としてカウントされているという感じだな。なるほどね。でもこれだけ大規模な被害を与えた強大な竜巻だったということだよね。それは間違いないな。また、今回の竜巻の最大風速は時速 310km にもなったんだ。はあ、それって新幹線とか F1 とかってレベルじゃん。そんなのに追いかけられたらって思うと、ゾゾゾゾゾ。そして竜巻の強さは EF4 と、上から2番目になるほどのものだったんだぜ。なるほど。でも、この竜巻の強さは1番じゃなかったんだね。さっきの2013年の台風は最強の EF5 だったけれども、まさにその通りだな。だが、EF4 もかなり強大なことには間違いないけどな。まあ、そうだよね。ちなみにウィキペディアにある説明では EF4 は壊滅的な被害をもたらす。すべての木造家屋は完全に破壊される。車は小型ミサイルのように飛ぶとあるほどなんだぜ。いやいや、ミサイルのように飛ぶって、すごいダイナミックな説明だね。わかりやすい気もするけれども。とにかくヤバいほど強力な竜巻だと理解してくれれば大丈夫かな。ヤバすぎるけどね。でも、ということは建物なんかも壊れたりしてしまったってことなのかな？ああ、その通りだぜ。住宅以外にもオフィスや学校も大きな被害を受けたんだ。さらに消防署や市役所、警察署といった施設も竜巻によって破壊されてしまった。また、給水塔は吹き飛ばされて粉々に砕け散った。なるほど。相当な被害が出てそうだね。ケンタッキー州のメイフィールド市では4000以上の建物が被害を受けたとされている。また、同じくケンタッキー州のマーシャル郡では、356棟の建物が破壊されたり居住不能になった。建物への被害も桁違いというか、かなりのものがあったんだね。また、これだけ大きな被害を出した強大な竜巻だったのだが、最初に出した12月8日の警報では荒天に見舞われる可能性があるという程度のものだったんだ。あ、そうなんだ。ただ、12月10日の朝の段階ではスーパーセルが長時間にわたって発生し、災害発生のリスクがあると発表して警戒を呼びかけてはいたんだけどな。ふむふむ。ちなみにスーパーセルというのは一体どういうものなのかな？そうだな、スーパーセルは超巨大積乱雲と呼ばれたりもする雷雲群のことだな。またスーパーセルは、単一の降水セルで構成されていて、非常に激しい荒天をもたらすんだぜ。
なるほど、超巨大積乱雲と言われるものなんだね。恐ろしそうな感じがするね。まあそういった警報はしていたし、その後も複数回の竜巻注意情報が発表されたりもしたんだ。ただ、12月10日の21時頃には竜巻の強さは EF4 レベルにまで急速に発達し、メイフィールド市では何百本もの大木が折れたりもしたんだぜ。でも建物が倒壊するくらいだもんね。木が折れたり倒れたりするのも不思議じゃないよね。そうだな。それにこの竜巻は3時間もの長い時間、地上に発生していたんだ。そういうこともあって被害も大きくなってしまった。ふむふむ。竜巻が発生していた時間も長かったんだね。それでこんなに多くの犠牲者が出てしまったんだね。ただ、人災的なものもあったりするけれどな。例えば、ケンタッキー州にあるろうそく工場では、約110人の従業員が工場に閉じ込められてしまったんだ。警報が出ていたにもかかわらず、経営陣は従業員に対してもし工場を出たら、解雇になる可能性が高いだろうと警告した。経営陣は、従業員が工場を離れることを実質的に禁止してしまったんだ。いやいやいや、なんでやねん。しかも、この工場が倒壊してしまい、閉じ込められた従業員のうち8人が亡くなってしまった。うわ、それってかなり大きな問題だよね。私だったら、その経営者、絶対回し蹴りしてやるわ。本当にありそうだよな。まあ、その後、従業員は会社に対して訴訟を行った。会社はケンタッキー州の労働安全衛生職場基準に違反したと主張したんだ。なるほどね。それは当然の主張だよね。でもひどい会社だね。その通りだな。また、この竜巻による被害ではイリノイ州にあったアマゾンの倉庫も倒壊してしまい、6人の従業員が亡くなっている。アマゾンでも、まあ、これはケンタッキー州での被害には含まれないが、それだけ大きな被害を出した竜巻災害だったということだな。工場や倉庫といった建物が倒壊するくらいだもんね。そうだな。ただこの竜巻災害に関する報告書では建物の耐風性が十分ではなかった可能性が指摘された。また、もし竜巻の進行速度がもっと遅かったら、さらに大きな被害が出ていた可能性が高いとも指摘したんだ。ふむふむ。元々の構造がしっかりしていなかったかもしれないってことだね。ああ、この報告書の執筆者でもある気象学者で法医工学者のマーシャル氏は、倒壊した一部の建物の構造は脆弱なものだったと酷評している。マーシャル氏によると、風速 160km の強風にも耐えられないような建物もあったとのことだ。なるほど。そういった点も被害を拡大させてしまったというわけだね。でも今回の竜巻の話を聞いて、スケールの違いというか、最初に思っていたよりも大きな被害だったから衝撃的だったわ。竜巻って局所的な小さい範囲での自然災害だと思っていたから。まあ、今回はアメリカの竜巻災害についてのケースだけどな。確かに、日本だとこんなに巨大で強力な竜巻は発生しにくいのかもしれないけれど、知識として竜巻の危険性は認識していた方が良いかもしれないなって思ったわ。それにこれもアメリカの話になってしまうけれど、こういった自然災害の対策というものには、きちんと力を入れてほしいなと思ったわ。確かにテロも恐怖だけれども、だからといって自然災害の対策をおろそかにして良いってものではないと思うし、本当にその通りだな。まあ、日本だと竜巻よりも台風の方が被害は大きかったりするので、そういった対策が重要にはなると思うけどな。だが、たとえ台風の対策であったとしても、今回の竜巻の災害と同じで、建物の耐風性や従業員の安全確保などは大切だよな。それに警報が出た時に迅速に避難できるように、前もって準備したりするのも重要になってくると思うぜ。ともあれ、今回の動画はこの辺で終わりということにしておくとしよう。みんなは今回の動画についてどう思った?意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。